和室で、あ、間違えた。これじゃない。朝始まりました。田辺の和室。何と間違えたのか分かんないけど。確かに、聞いてる人は何でもいいのよ。また皆さんのなんちゃらに頭を持ってかれて。考えすぎて、それを言わなきゃ言わなきゃでタイトルコールを忘れたのか。そう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 。うん、和室でバラの香りがしたら嫌ですね。田辺です。そうか。あ、うん。皆さんの、お腹周りの脂肪を減らす存在でありたい、坂よりです。あ。ここ楽しみにしてる人いるかな、この部分。どうしよう。いいよ、あれとか思ってたのに。え、もうなんでこいつら全然うまくなんないんだよって思われたの。思われてるかな。そう。ね。なかなかね、うん、そう。ね、ちゃんとこのね、少しでもしね、うまくなっていきたいよね、ここ。いや、うまくなっていきたいよ。いや、でもなかなか毎回緊張するのよ、うん。一番ここで緊張するのよ。ああ、なんて、そう、事前準備をね、しないでここでぶっつけて、そう。いつも考えてるからね。そう。考えときゃいいのにね。そう、いや、ほんとそう、別に考えるなとも言われてないしね。なんならやれとも誰も言ってないのに、うん、勝手にやって勝手に緊張してる。そんな人いないよ。そんな人、うん、2人ここにいますよ。いや、確かにね。うん、よし。いや、実はさ、うん、前回さ、田辺さんが謎のまま終わらせてたものがあったじゃないですか。ああ。あれの名前が判明したんですよ。うん。え？田辺さん、前回の放送で田辺さんが名前が知らない。わかんないけどすごい好きな食べ物。ああ。今回それ発表する？確かに。でもちょっとね、もう忘れたんだけど。え？え？さっき、あ、もうこの1週間置いて。どうしよう。覚えてる？わかんない。マジで覚えてないの？覚えてない。なんかもうどうやってもワンピースに出てきたアミューだけしか出てこない。猛毒のあん時ただしさ、あ、こんなったさってさ、あの後調べてさ忘れちゃう。じゃあやっぱアミューってことにしとく。いや、そしたら猛毒になっちゃうよ、危ないよ。え、言っていい？じゃあ私は、うん、袋だけ。ああ、そうだ。袋だけだったんですよ、田辺さんの言ってた謎の食べ物の正体は。うん、知ってる人いますかね。いや、もしかしたら前回の放送聞いてね、もう、いや、分かった人いたかもしれないけど、うん、あれ美味しいんだよ。美味しいんだよね、中華料理でしか見ないあれ。そう、やっと名前が分かったんだ。よかったよ、分かってさ。うん、ちょっとさ、いい？うん。話したいこと、急に思い出したのよ。何、うん、この和室ってさ、うん、結構漫画とかアニメとかの話をさ、うん、よく知ってるじゃないですか。うん。で、めちゃくちゃあらすじを話すのは私たちさ、どっからがいつも、どこからがネタバレ問題みたいなさ、うん、のをさ、気にするあまりいつもなんかさ、すごく変な感じになってるじゃん。うん。だけどさ、それで思い出したのが、養成所、うん、時代にさ、田辺さんお菓子食べようとしてる。授業でネタ見せじゃなくてさ、うん、映画をさ、紹介する授業って覚えてる？あ、覚えてるよ。そう、なんか、それぞれのコンビで、うん、そのおすすめの映画をそのなんかこうラジオみたいな感じでその紹介して、うんうん、みんなクラスのみんなに聞かせるっていう授業があって、うん、で
その時にさ、田辺さんがさ、うこんな彼なら捨てちゃえば、をさ、あらすじ紹介したんだよね、私たち。ん。うん。うん。でさ、なんか、終わった後にさ、その見てくれたさ、作家さんがさ、にすごい怒られたんだよね。怒られたられのたっ覚えてけ？る？いや、記紹憶介力。したのは覚えてて、そう。怒られた。めちゃくちゃ怒られて、うん。すごい怒られて、すごい落ち込んでた後に、最後になんか、養成所でその時の授業で、先生が評、その作家さんが評価した人はシールをもらえるっていううシステムがあって、最後にん。うん。うん。今日の授業で良かったコンビを、シールを渡すコンビを読み上げますって時に、私たち、猫塾って呼ばれて、あんなに怒られたのに。そうだそうだ、覚えてる覚えてる。そう。なんか、これ、君たちはこれ二人で、あれなんて言ってたんだっけな、なんか二人で楽しんで、なんだっけ。そう、なんか、君なんたかちは、人に聞かせるもんじゃないだっけ、なんかそう覚えてる。そう、そう、君なたんだっちはけな。人に話せる、人に聞かせようとしないで、ただ二人が楽しんで喋ってるだけだみたいな。確かにあれ、授業の発表で喋ってる感じじゃなかったよね。もう二人そでう楽そうしんでそうそう。た。本当、田辺さんが、こんな彼なら捨てちゃえばを見て、私になんか次会った時に、いや、面白い映画見たんだけどっていう感じで喋ってたよね。喋ってた。そで、そうだそうだ。で、シールもらって、なんでってなったんだよね。う。そう。なんか、なんでってなったの、めちゃくちゃ怒られてたから、なんでシールくれたんだそう。ろ怒られてた、怒られてた。で、シールもらって、なんで？でなも、んで？でもやっぱさ、その作家さんとさ、今でもさ、その、テレビ局で会うことあってさ、なんか、やっぱ怒られた時の印象がやっぱ覚えてるよね。でも、向こうはすごいにこやかなんだけど、全然もう怖くないのよ。怖くないんだけど、やっぱその時の記憶。やっぱね、先生とね、生徒としての立場だった時のね、記憶があるからさ、この曲がね。ああ。そうだ、急に思い出した、そうだ、そうだ。そう、そう。人に話すもんじゃ、人に話すもんじゃないまでは言われてないけど、でもそんなニュアンスだったよね。そう。人に聞かせるものではない、これは。って言って、めちゃくちゃ怒られて。でも、シールくれて、なんで？ だからさ、もしかしたらさ、この田辺の和室もさ、そうじゃない。人に聞かせるもの。聞かせるもんじゃないんじゃない？怒られちゃう。い怒ってやー、るもうかも。と、誰か怒ってるかもしれない。これ聞かせるもんじゃないってなってる可能性あるよ。でも、これほんとね、身内がよく聞いてくれてるね、この田辺の和室は。そうなんだ。何？本当の身内、本当の身内っていうか、アンリ。超身内じゃん。そう、アンリちゃんに楽しみにしてますって言って。そう、はるちゃんもね、楽しみに、あ、すごい面白かったです。ドラゴンボールわかんないんですけど、って。おかしいな、これさ、もっと回数さ、増えていいよね。ダメ、また怒られちゃう。もうちゃんと聞か、だ、多分、そのさ、やっぱ、あらすじとかさ、映画とか漫画とかの話してるとき、やっぱちゃんと紹介できなきゃダメなんだよ。確かに。そいや、私、だからさ、う。うん。説明はできないのよ。うプレゼンができないの、私。ーん。ああ、でも私、田辺さんのさ、なんだっけ。あ、そう。そんな彼なら捨てちゃえばの説明聞いて、見て、私。気になっあら、たから。できるのかな？プレゼン力がないのよね。気持ちだけで持っていこうとするからさ。じゃあちょっとやってみてよ、今。なんか最近見たのある？いや、バイオレット・エヴァーガーデン。いいって言っ今、てすごた。く話題の。私、それ全くさ、偶然だけど、全くストーリー知らないのよ。
うわ、でもね、バイオレット・エヴァーガーデンまだ3話までしか見てないんだけど、うん、軍隊とか、うん、軍隊、なんかもうとにかく兵器として戦ってる女の子がいて、うん、だからもうずっとそうやって戦ってきた感情をね、うん、知らない女の子よの話よね。おお、もう、それは人？人は人っていうか、なんか、ロボットとかじゃなくて。人なんだけど、もう、これ違ってたらどうしよう。うん、人なんだけど、で、うん、その戦いの中でね、うん、その調査って、その子よりも多分上の立場の人なのかな。その人が、うん、その戦い中にその女の子に愛してるって言ったの。うん。でもその愛してるの意味を分かってないのよね。おお。女の子は。うん。でその戦争中というかなんというかその中でその少佐の姿がもう見えない。今。他の人に聞いても別のとこにいるみたいなことを言ってるかなんかで、うん、会えてないんだけれども、うん、ね、うん、でその女の子は、うん、なんか自動手記人形みたいな、なんか自動なんかその伝言伝える人の思いをそのパソコンみたいなのでシャシャシャって打って手紙に届けるみたいな感じで、うん、でもその女の子には感情がないからちょっとした言葉のさ、なんていうのかな、ニュアンスが感じ取れないのよね。例えばツンデレみたいなさ、そういうようなこともさそのまんま言っちゃうの。本当は好きなんだけど、うん、私たちはそういう、あ、こんな人好きだからこういうこと言ってんのかなってなるけど、その子はその気持ちがわからないからそのまんま伝えていろいろモヤモヤがあったりとかなんやかんやと、うん、あって、で今その愛してるの言葉の意味を知るためにその児童なんちゃらそういう人に手紙を伝える仕事をしてるんだけど、私もまだ3話までしか見てないから、うん、ちょっとあれだよ。そう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 、うん、でもなんかね、絵も綺麗だしね、うん、見た方がいいよ。これはね、インディアンスさんおすすめなの？うん。それもう完結してるの？完結してる、12話とかじゃない。あ、そうなんだ。へえ、そう、見た方がいいって言われて。うん。で私ずっと存在は気になってたのよ。バイオレット・エヴァーガーデンやたら聞くなと思って、うん、でもなんか悲しそうで見れないなって思ったんだけど、うん、なんか今まだ3話の状態だけどすごく面白い。こっからじゃ、こっからその子がどうこうなんか人間としての感情を取り戻すというか。そう、でも2話3話見ても最後の終わりがなんかはーってする。一話ごとになんかこう最後、ほってなる感じ。あ、そう、はってなる感じだね。ちょっと見てみ。何で見れるっていう、そんな調べろって話じゃないけど、自分で。あ、これネットフリックスかな。ネットフリックスか。入ってなかった。見た方がいいよ。普通になんか、あ、でも、ツタヤとかそういうののレンタルで見れるのかな。あ、確かに。ありそう。うん、ちょっと。できるじゃん。でも、しどろもどろだって、もっと勢いよくさ、行きたかったよ。うん。いやいやいや。好きなものをさ、プレゼンするって、すごい、ね、私。あ、でも食べ物、スイーツ、うまいじゃん。あ、ごめん、食べちゃった。あ、スイーツ、うまいけど、なんかもっとさ、うん、言葉巧みに言いたいよね。ああ。じゃあちょっとさ、あれで、うん、ごめん。
何？レインボーのさ、ズカタさんとかさ、すごくない？上手だよね。うん。ズカタさんめちゃくちゃプレゼンうまい。うまいよね。毎回さ、うん。わーってなるんだよね。漫画とかもうまいし、食べ物屋さんのプレゼンもうまい。そう、うまいよね。うん、すごい。めちゃくちゃ興味を持つ。そう。うん。あれ、いいな。いいな。いや、私も、プレゼン能力、欲しいな。欲しい。どうやったらできる？まあ、でもこれ、数こなすしかないのかね。そもそも人前でさ、うん。言うのも緊張するよね。うん、私だって学生時代とかなんか人前でなんか発表し しなきゃいけない時とか泣いてたもん。泣くほど泣くほど嫌だったのよ。あ、でもうみんなに全然伝わんないのよ。あ、田辺さんのプレゼンが。そう、全然伝わんなかった。学生時代のプレゼンって どんなこと？なんかでも小学校の時だけど、なんかその自然とか。いやでもあれ難しいやん。だからさ、その、言ったらあれだけど、自分が好きなものじゃないものを紹介するのめちゃくちゃ難しくない？難しい。気持ちも乗らないし、あと、なんかどこをメインにしていいのか分かんないじゃん。どこがさ、その、いいところとかも分かんないしさ、興味持ってないと。そう、結局さ、もうみんなが言ってるような言葉になっちゃうんだよね。うん、でもやっぱ小学生の時でもやっぱ輝いてる子は輝いてたよね。そういうのがうまい子。あ、うまい子いるよね。プレゼンっていうかその喋るのが上手な子いた。喋、うん、るのが上手なってどうやって、だから何を伝えたいかなんだろうね。多分そのあれだよ、だからちょっとずれるけどさ、国語のテストとかでさ、この作者の言いたいことを求めよみたいな問題とかあったじゃん。そういうの分かる子なんだろうね。あれ大っ嫌いだったな。ああ、全然分かんなかった。分かんなかった。あ、もう分かんなかった。作者が何を言いたいのか分かりません。本当にそうだった。いつもああいうの三角だったもん。あ、でもなんだ、誰かな、なんかね、誰かのね、エッセイ読んでたときに、その自分の作品が、なんかテストの問題かなんかになって、見て、作者の、答え、考えてることを書きなさいっていう答えが、別に私が思ってることじゃなかったって書いてた人いたよ。だからさ、どう感じ、そのさ、そもそもさ、うん、問題に出すのがさ、おかしいっちゃおかしくない？あ、何を言いたいのかっていうこと、何を伝えたいかって感じ取った受け手の答えは全部丸じゃない？ああ。まず国語の問題をさ、まずテストにすること自体がめちゃくちゃ難しいよね。難しいよ。うん。ほんと意味わかんないのがさ、うん、この文章が書いてあってさ、それはどこを指してますかとかさ。ああ、いや、それはわかるよ。それは感情じゃないよ。感情じゃなくて、前後の文を読んだらわかるよ。読解力。ごめん、急に敵になっちゃって、田辺さん。それはもう前後の文を読んだら多分それはわかるよ。何を指してるか。いや、何指してるかさ、わかるけどさ、うん。わざわざ問題にすることかねと思う。ああ、だからどんだけ、理解してるか、ちゃんと読んでるかっていうのってことなのかな。うん、その文をちゃんと、その、もう文字だけ追ってるんじゃなくて、うん、なんか頭で考えてよ、その子が読めてるかっていうのを。なるほどね。だから、英語もさ、こういうのあったの。この it は何を指してるかとか。あ、もう私英語になると急にわかんなかった。あれマジ意味わかんなかったんだけど、うん、もうね、もう本当に私最初の頃のなんかこうなんか留学生になんかオクトパス食べさせてオクトパスとか言ってところへんでもう挫折してる私英語
海外の人ってタコ食べないんだってところで私の英語は終わった、うん、終わった終わった。いや本当にさ、三人称単数とかさ意味わかんない。なんかそう、そのね、三人称単数とかそういうのがなんか余計難しくしてる。もっと簡単にしてほしい、そこを。そう、もっとさ単純にしてほしいよね。三人称単数っていう言葉が難しくてもう分かんなくなっちゃったの、うん、そう、何それってなってさ、うん、なんかもうめちゃくちゃもうめちゃくちゃ簡単なことを言ってるよね多分、うん、そのさ動詞に S がつくとかさ、うん、ただ S つける、そう SVO とかあの SVO なんてもう最悪だよ、なんでそんなことすんの、うん、そう、それだったらなんかそのSVO とかじゃなくてそのタコ食べさせて驚かせるとかその面白い文章の問題文にしてくれたで、うん、実践でやってくれた方が覚えられるよって思った、うん、そうなんだよ、難しいよ、英語難しいよ、もうごめんなさい本当に、あの覚えたいんだけど多分教科書で独学は無理だなと思った。ちゃんと私が英語を覚えるとしたらもう学海外の方とかのもう実践じゃないと覚えられないと思った、うんうん、そうなんだよね、うん、難しいよ。でも英会話習いに行ってみたいけど怖い。何が？会話するのも、その海外で喋るのは大丈夫。ああ、カジノは日本で。パキステってこと？うん、そう。海外で喋る分には恥ずかしくない。うん。日本で喋るのが恥ずかしい。なんで？なんか間違ってたらどうしようって。あ、それは授業でもってこと？あ、授業でも。ええー。間違える。でもだって、できなかったら別に通わなくていいんだから間違えてよくね。まあ確かに。うん、難しいよ。難しいよね。私も。英語は。英語は？英語も？英語、あと古文ね。あ、古文も。あ古文でさ、思い出したんだけどさ、そう、つれづれ草をさ、うん、なんか、私、あの、源氏物語？うん、紫式部の源氏物語は光源氏で大体の話を把握してるからって思った時に、うん、あれでも清少納言、うん、のあれつれづれ草だっけ、枕草子だ、ごめん、うん、ごめん、枕草子だ、枕草子の内容全然知らないやって思って、うん、でその小学生中学生用のやつを図書館で借りてきて、そう、うん、そうで田辺さんに言って、そう読んだら、ま、小中学生が分かるように書いてあるから、そう、うん、エッセイなんだよ、清少納言の。はあ、読みやすい。そう、その、なんか、そう、さくらももこが学生時代に書いた、なんか、小作文みたいなやつが、なんか、現代の清少納言だみたいな感じで評価されたっていうのを、さくらももこのエッセイで読んだことあって、うん、だからちょっとなんか枕草子も面白いのかなって思って読んだら、うん、その、結構そう、あの1000年前ぐらいの話なんだけど、うん、その戸を開けっぱなし、ドア開けっぱなしにしてるやつムカつくとか、うん、あら、あのお経を読むお坊さんはイケメンの方がいいとか、あら、そう、今に通ずるものがあるって、あ、めっちゃ面白いなと思ってさ、田辺さんに送ったじゃん。うんうん。でも田辺さん、うーんって感じで、あんま興味なかない感じで。うん。だけど、その後に田辺さんに、あ、最近ガンダム見始めたって言ったら、田辺さん急に、え、面白かった、どう？ガンダムって急に。めちゃくちゃ興味あるのとないので、食いつき違うなって思って。いや、やっぱね、その昔のやつ、私さ、あれ、百、うん、人一首、うん、好きなのよ、百人一首は、うん。だけど、
ちょっとその昔の話理解できたら楽しいんでしょうけどね。あ、そうだ、私もだから大人用のだと全然理解できないから、小学生とか向けだから、なんか結構面白かって、なんかその清少納言のさ、1000年前のなんか怖いもの、うん、怖い、なんか自分が怖いと思うものをあげてくっていうので、なんか髪の毛の量の多い男の人が、髪の毛を洗って乾かすまでが怖い、から乾かす前までが怖いとか、ちょっと意味わかんなくて面白い。意味わかんないね。どういうこと、うん、そう、なんかその意味わかんない感じが田辺さんに通じてた面白い。やだよ、一生やだよ。うん。だから、ね、なんか、そうだ、小中学生向けので入れば、うん、あ、すごい噛み砕いてくれてるなって。いいね。なんか分かりやすい、うん。私もちびまる子ちゃんが教える百人一首で勉強してた。やっぱ分かりやすいからいいよね。うん、その子供向けの方が漫画とかで教えてくれたりするさ。あと、歌恋っていうね、漫画も良かった。アニメで見たんだけど。百人一首のやつなの？それ。そう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 。へ、面白かった、歌恋、うん。だから、そうだよね。そう。うん、やっぱ簡単にしてほしい。簡単にしてほしい。うん、ねえ。いや、今こそだよ。今、うん。あと、ガンダムすごい面白いから、田辺さんも見て。ガンダムね。そう、いや、そうよね。でも、ペイントセイヤも見たいんだよ、私は。あー、忙しいね。セイントセイヤ、もう、私、セイントセイヤもまだ見たことないや。私も。うん、それなのにセイントセイヤの洋服持ってるからさ。あ、ね、持ってるよね。そう、あれは衣装として最初着てたの。うん、可愛かったから。そう、可愛くて、つい色合いも可愛いし、うん、買おうと思って。でもなんかさ、そのキャラクターが乗ってるさ T シャツとか持ってると、それ着てるときにその作品好きな人が話しかけてくるかもしれないと思うと見なきゃと思う。いや、そう、そうなのよ。そうそうそう、だから見なきゃなって思ってる。セイントセイヤ多分絶対好きだし、私。あ、絶対田辺さん好きそう。絶対好きだよ、分かってんの。絶対好きだよ。私もね、友達がね、見て面白かったって、面白いよって言ってて、面白いんだろうなって思いながら、でももう今ガンダムがさってすごいじゃん。うん、私見始めたけど、多分すごすぎてさ、その何量が多いから、多分これ 海で例えるの変なんだけどさ、海に遊びに行くとしたらさ、何か海行きたいなって思ってるぐらいなんだろうな、今の私のガンダムの位置って。ああ、なるほどね。そう、うわあ、ガンダムだってさ、こっから初期からでしょ。でもガンダムシードとかいろいろあるらしいじゃん。そうそう、めちゃくちゃやっぱだ、とりあえずガンダムの初期を全部見て、そう でその世界線同じやつから見ていこうかなって思って、うん、全然あのネタバレにならない程度にガンダムの話していい？うん、見て思ったのが、あのアムロが思ったよりなよなよしてなかった。あ、そうなんだ。っていうのと、私勝手にあのシャア、わかる？わかるよ。シャアって私勝手にマスク、マスクみたいな目のとこしてるじゃん、うんうん、あの下に傷があって、この人はマスクを絶対に外さないキャラなんだろうなって思ってたんだけど、全然そんなことなかった。普通にマスク外してる。あ、そうなんだ。そう、なんで私あれマスク外さないキャラだと思ってたんだろう。マスクのイメージあるよ。だから、うん、そのさ、私もやっぱガンダムは抑えとくべきなのよ。うん、なぜなら、うん、名探偵コナン、うん、ね、赤井さん、赤い彗星でしょ、シャ、うん。赤井さんとさ、うん、アムロさん、うん、出てんのよ。ずっと喋ってるよ、だから、アムロさん。アムロだから。うん。じゃ、赤井さんもでしょ？うん。見るべきだよね。見るべきだよ、ほんと。いや、ほんと。いや、めちゃくちゃ面白くて、なんか、ほんと、そう、
自分が想像してたのと全然違った。やっぱあのブッダねとかさ。あ、そうそうそう、名言もめちゃくちゃ出てくるし、あのでもこれも別にネタバレなんじゃないから言ってもいいけど、めちゃくちゃみんな仏。あらゆるところでいろんな人がめちゃくちゃぶたれてるなと思って。ああ、ちょっとそれ気になってきた。ブッダねとか、あの、ザクとは違うのだよ、ザクとはとか。ああ、よく聞くよ、それ。坊やだからさ。うん、いや、ほんと面白い。見てみ、でも今ほんとね、忙しいのよ。あの、アニメ追いかけるのに。テニスの王子様も見てるしね。テニスの王子様は。やっぱね、ちょうどいい。朝日する期間に見るテニスの王子様。だから、その、ラビットでさ、うん。やっぱ問題が出てくるでしょ。うん。そうすると、やっぱ朝準備しながらテニスの王子様見てるから、ずっと脳内にテニスの王子様のがあるのよ。あ、田辺さんさ、テニスの王子様に持ってかれてっていう時あるよね。そう。答えがもう越前龍馬までしか考えられないの。どうやっても私の、だから私のラビット中には脳内にずっと越前龍馬がいるのよ。だからなんか、よくラビットの問題でこれは何に使うでしょうってあるじゃん。うん。越前龍馬だったらって考えて。誰も越前龍馬を挟めって言ってないの。そう言ってないのに、だからこの間もその越前龍馬に絡めた答え出しちゃってさ、うん、ダメね。だから本当に前はその、うん、手にくりにはまる前は青のエクソシストめっちゃ見てたの、うん、ラビット行く前に青のエクソシスト、うん、だからもうエクソシストしか出てこなくて、うん、これ気づいてる人 多分いるのかな。田辺さん今そう越前龍馬に支配されてる。そう気づいてる人いるから毎回ね見てる。だから一時期ドラゴンボールめっちゃ出てきたじゃん。うん、めちゃくちゃ田辺さん持ってるから。あ、じゃあでもこれさ、ラビットの新しい楽しみ方がさ、うん、田辺さんが今何に持ってかれてってるか分かってる。そうだからクリーミーマミのポップアップストア行った時があって109で出てて、うんうん、その時クリーミーマミの答え出してたし。じゃあこれから先ね、あの、うん、セイントセイヤとかガンダムとかが出てくるかもしれない。出てくるかもしれない。お楽しみ、うん、楽しいね。いや30分過ぎちゃったね。ね、楽しかったな。うん、まあ皆さんお会いしましょう。突然だね、うん、うん。ではさよなら。さよなら。